Coffee and tea. Coffee. 下から上までくれよ。もう夫です。さあ、やるぞ。手を抜いたものの、霞んではいるね。Is it already Monday? Cause I'm tired of the mundane. Could you just come and take my hand? Take me to a foreign land. I think we're on the same page. And I hear what you're trying to say. What if we change the parlor plans? Don't know where to go, but we'll just pack our bags. Anywhere as long as I'm with you.Let's run away. Look, I take it one way. Let me imagine it just for a moment. Let's run away on a summer day. I'll book us a hotel room, make it an ocean view. Let's run away.コーヒー、オアティー。コーヒー、オアティー。コーヒー。コーヒー。こいつ明るい。店員さんじゃなくてお客さんだった。ねえ、すごい、私、顔が。あ、やばい。おはようございます。おはようございます。朝の涼子はこんな感じです。眩しい。俺そんなでもないけど。ちょっと向き変えますかね。眩しすぎる。あったかいじゃん。今が7時半なのでコーヒー作っていきます。バードブレンドリーコーヒーです。前九州かどっかで作ったやつ。このジェットボイルのやつってヒマラヤとかしか売ってないんですよ。ボーヒマラヤとかデポ売ってたっけ。でも売ってない。ヒマラヤかねとか。ああ、そうそう。だからもうだいたいヒマラヤでまとめて何個か買うみたいな。でっかいやつもあるけどね。なんかやっぱちょっとコンパクトさが足りないからちっちゃめにしてしまう。うん、めっちゃ手に召されてる。やっぱり朝はちょっと寒かったよ。寒かった。今日グレーマンなんだけどめっちゃ。グレーマン、めっちゃグレー好きな人じゃんって自分で言ってた。好きだけどそんなに好きじゃない。別に好きとか言ってるの聞いたことないけど。じゃこれ持っていこうとしたらそれ俺のだよって言われた。今日は絶対黄色だったらいいかっただろうに。別に逆でもいいよ俺は。いや、帽子がそもそも色がね。どっちでも一緒。私がグレーでよく黄色だもん。帽子あるよ。どうかな。見て見て。ん？下から上までグレーマン。全身グレーマンじゃん。やば。気持ち悪いね。気持ち悪くない？なんかそういう芸をしてる人みたいな。笑い芸人にいそう。ひど。言い方ひど。全然フォローされてる気分にならんよね。芸人のショーみたいって。ひど。そういう方いらっしゃいそう。そしてね、この中もなんかグレーっていうね。やばいね。やばい。チョイスミスでした。じゃあ私は今日は芸人として横に座らせてもらうわ。俺ツッコミとかできない人だからよろしくお願いします。大丈夫、私がツッコめばいいでしょ。一人でボケツッコミするってこと。ていうか両方がボケたに対して。俺お笑い芸人になってる。俺。コンビでしょ。眩しい。ありがとうございます。どうも、夫です。どうも、夫です。りょうです。何回、何回。そ
素晴らしいボケ突っ込んでてます。さすが先輩。マルチーズを簡単にクロワッサンを買ってきて、この間にチーズとベーコンを挟めばいいかと思って、ちょっとホテルの朝食っぽい感じ。あ、ぽいぽい。いやでも挟むっていう一技があるから。あ、そうね。すげえ、あんなに朝冷えてたのに日が照るとこんなに暖かいものか。うん、昼間はね30度近くまで上がるか、上がってるからまだあったかい。てか足湯がさ、ところどころに足湯この先みたいな感じだけど、うん、どこにあるじゃない？だから結局どこかあるの本当に。あるじゃない？これお湯の調整難しい。ちょっと熱くなってきたね。熱いね。一個余るからほんとしよう。食べていいよ。うん、美味しい。うん、焼いたら美味しい。いただきます。うん、美味しい。乗っけて食べればいいってこと。うん、単体、別々。あ、別々になった。うん、パリパリしてうまい。さすがに朝の太陽の奥まで考えて食ってはなかった。うん、でも景色上こっちになるよね。やっぱちょっとこのキャンプ場は松の木がいっぱい立ってるから、なんかちょっと異世界感があっていいと思います。夜はやっぱ冷え込んだからシラフがあるとすごい良かった。普通に寒かった。うん、モッツァレラ。いや、普通のスライスチーズだったと思う。シンプルイズザベストですな。ケイティニーノさん。うん。3枚ずつか。うん。うまい。ここはリアカーの争奪戦がすごいと思うので、ちょっと早めに片付けはしたいと思います。日が落ちるのも早くなったし、日が出るのも遅くなってきたね。だって日が出たの今日6時半ぐらいじゃない。うん、まあ、ここに日がちゃんと見えたのは7時過ぎてくる。うん、トイレも割となんか近い、近いっていうか中央に位置してるから、すごい苦痛っていうわけでもないし、寒くてもいいかな。まあ、もっと近くにあったらいいかもだけど、うん、なのシーサイトのめっちゃ奥に撮った人とかは、あ、でも向こうは向こうであったもんね、トイレね。あるよ。ここからいい。ソロも多いし、うん、ファミリーキャンプも多いし、どっちも行けるキャンプ場って一応なんかタープも張れるって感じではある。広さもあるし、うん、いいな。まあ、なんて言ったってやっぱ景色でしょ。しかもさ、まあ、今はちょっと台風の影響で落ちてるだけだろうけど、そういう燃料になるものも結構あると思う。松ぼっくりも大量に落ちてくるでしょ。今日は拾えなかったね、あんまりね。だってまだだもん。今からでしょ、開いてくる。これから。うん。そんなクズクズになるんだったら、私はいらんで。ちょっと食べるよ。どうじゃん。大丈夫。入れてあげようっていう人の思いやりをまた吸ってね。ごめんなさい。じゃあ、半分いただきます。食べる。クロワッサン、美味しかった。久しぶりにクロワッサン食べた。だいたい結婚式行った時のクロワッサンが美味しいんです。どこの結婚式場のクロワッサン美味しい。美味しいよね。不思議だよ。おお、蜂が結構飛んでる。さあ、やるぞ。下を抜くんちゃう。そうだよ。びちゃびちゃだもん。え、これごと抜く。
したけどさ、なんか濡れてたよ。ここをひっくり返したいんだ。ここに隠すの鉄だな、濡れてる。あ、後ろから引く。後ろ、いや、後ろ側に干そうかな。3分前に無事チェックアウトが完了いたしました。素晴らしいですね。なんかちょっとこう片付けばっかりって感じじゃなかった？今日の動画それっぽい気がする。なんか10時ってやっぱりね、短い時間、短く感じちゃう。延泊したいなってめっちゃ思いました。かなり綺麗なところだったし、静かだったし、涼しいし、最高の場所だったね。ここはもう一度日本一周する前に絶対に行きたいと思います。200ぐらいしたいなと思って、コインシャワーなんて200円で10分とかだから、なんか交代制でね、2人で入れば200円で済むなら、ホテルの800円の温泉もすごい良かったんだけど、まあちょっと800円高いかな。そう、だから受付の人も言ってたもんね、高いやろ、高いやろみたいなの言われて、まあ高かったけど、サウナもついてるし、露天もあるし、うちもぬるいのと暑いのとあるから、まあ、いいかなっていう感じはしました。ではこの後は次のキャンプ場に向かうまで時間があるので、まあ、ちょっと寄り道したりなんかりなんかりしていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。帰る途中の展望所に来ましたけど、めちゃくちゃかすんでません？かすんでる。しかもさ、キャンプ場からなんか山登り行く人いたね。リュックからって朝から山登り行ってる人いたけど、そら辺は登山でも有名なんだね。めちゃんこかすんでる。昨日登ってくる時にね、うわー綺麗って思いながら来たけど、チェックインの時間に間に合いそうになかったから急いでて、やっては見たものの、霞んではいるね。でも涼しいね。うん、まだ涼しい。24度ぐらいやね、うん、さっきまで24度やった。車で見たとき。多分下の方に行ったら、24ってことだから、29とかまであるね。30度あるやろうね。これゆっくりして、また降りて買い物行きます。じゃない山目の前に、こんにちは。こんにちは。ちょっとそういうところ突っ込まなくて、今日は2泊目のキャンプなので。言ったよ。はい、気を取り直してですね、こちら生駒高原。
きます。ありがとうございます。 いつもすいませんね。いいえ。うん、本当に美味しい。おお、綺麗。おお、すげえ。食べ焼きに。おお、どんどん来てる。よかったでーす。よかったでーす。虫虫破りの毛に行くよ。はいはい。飛んで。飛んで。